桂浜南四国とは四国四県のうち徳島県と高知県を合わせて指す名称。南四国に対し香川県と愛媛県を北四国と呼ぶ。ただし地理的には徳島県と愛媛県は緯度的には重なっており、むしろ徳島県がやや北に位置している。大ね太平洋に面している南四国に対し北四国は瀬戸内海に面している割合が多い。 気候は海洋性で温暖湿潤である。また、台風の通過も多い。四国一の河川である吉野川が流れていることもあり、水資源が豊富であるが、これは北四国の愛媛県、香川県がたびたび水不足に見舞われる地域であるのとは対照的である。ちなみに、気象庁における予報用語では、徳島県南部、高知県、愛媛県南予地方を 四国の太平洋側と定義していて、概ね南四国のエリアと一致する。四国各地を結ぶ四国横断自動車道の開通など、交通の便が改善されたこともあり、現在では四国を南北二つにブロック分けすることは少なくなっている。むしろ徳島県と香川県で、東、四国、高知県と愛媛県で、西四国と呼ぶことの方が多くなっている。 北四国が対岸の中国地方と経済や人的な結びつきが強いのに対し、南四国は中国地方とはほとんど交流がないが、徳島県は対岸の関西地方と交流が深い。ありがとうございます。